아빠 1주년 되잖아. 네. 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 そんなことで、1年ぶりですから、いろいろ、なんかこれが気になるんですが、5月11日でしたっけ、 お誕生日って言ってました。ありがとうございます。これがボールで、タイガーウッズのボールらしくて、タイガーウッズのボールは人のもんじゃないですか。使ってた人と一緒のやつでしょ。タイガーウッズのボール持ってきたらあかんよ。手に入れへんしね。これ一緒のやつ。ライキのね。なんか打つと煙が出るらしいですよ。いや持ってきてわからん。いや面白いかなと思って。今から始めますよ。言って誰かが打ったら煙が出る。あのゴルフやりたくて。あ、そうなんですか。これをあげる代わりに今度教えてもらいたいな。あげる代わりに。ものすごい多いな。差し上げるとか。敬語よ。君はもちもち。スピードの頃と違うのよ。あげるわよみたいな。ツーランク上の考え方。ありがとうございます。ゴルフやりたいんですか。やりたいんですけど全くわかんないんですよ。クラブはお持ちなんですか。ないです。セットはありますよ。レディース用の。そうなんですか。でもなんかね。全部最初から入ってるやつ。軽い方がいいんですよ。はい。いやまあ僕が作るわけじゃないんで。注文されても軽めがいいんですか。でしょうね。だから人気ゴルフ行っといで。あいつあの林やコブヘコブヘに連れてもらえる。それは女性ですか。軽い方がいいでしょうね。振りやすいからね。もう全然ルールもわかんないんで教えてもらいたいなと思って。なるほど。ルールもわかんない。何もわかんないんですか。うん、点数の入れ方もわかんないし。まあ売って何点とかいう話じゃないですか。まあまあ。だからハンディいくつとか言われても全然意味がわからない。わかんないです。それは俺も一緒なんですよ。ファーってしかわかんない。ファー。それだけだけわかる。ファーだけは知ってるんですか。なんでファーいうか知ってますか。声が通るからとか。なんで声が通らないといけない。いやもうありがとうございました。44になるんですよね。同級生ですか。44ぐらいでしょ。44ぐらい。